どうも、あいちです。まずは共通テスト、お疲れ様でした。まあ、今回の共通テストをしっかり、まあ、入試だったりとか、あと発表会とか、まあ、部活の試合とかもそう、こういった大きな舞台が終わった後、後の過ごし方について、特にちょっとうまくいかなかった、思い通りいかなかったっていう思いが強い方、そんな方に意識してほしい一つのポイントを話していきます。それは冷静に慣れていますかっていうところです。俺もさすがに38年生きてきたので、いろんなことがあって思い通りいかない時が出てきます。で、思い通りいかなかったりとか、もう後がないとか、もう無理じゃないかって、自分がこうね、思い描いていたこのステップを踏み外した気がした時には、人は投げやりになったりとか、あとは変に意地を張ってしまって周りの意見が聞けなくなります。もうこうするしかねえんで、ほっといてくれよみたいなね。もうなんかもう睡眠時間削って勉強しまくるようなスイッチが入っちゃうとか、意地になっちゃったりするんです。でも冷静さを欠いたら負けます。どんな時でも冷静さは大事です。でも特に大事なのはうまくいってない時なんです。まあそんなことを言ってもですね、私もすぐ意地を張ってしまうし、投げやりになっちゃうタイプです。もう完璧主義がね、悪い方にね顔を出すとそうなっちゃうんですよ。よくわかってる。でもだからこそ言えることだと思っていて、そういうね、みんなこう見てくれてる方の中で、もうそうちょっとね、なってる。なんかもう投げやりでも無理かも、いいよ、もうし、もう諦めるよ、みたいな。スイッチが入りそうになっている方には、ぜひ、一個やってほしいことがある。その冷静になるためのポイントとして、それは何かっていうと、人にアドバイスをもらってください。人に話を聞いてもらってください。私も含めて、自分が見える世界は限りがあります。自分が持っている考え方でしか物事を見ることができません、基本的には。まあそりゃそうだよね。でもこういっぱいいっぱいになってきたりとか、うまくいかなかったり、メンタルが不安定になってくると、人は余計にこうなるんですよ。視野がどんどん狭くなっていく。で、今共通が終わったりとか、まあ、入試が終わって、はあ、もう次頑張れねえよ、もう無理だよってなってる方は、もうこうだよ、こうめちゃめちゃ細いとこしか見えなくなってる。で、そういう時には自分でこれをね、広げることもできるかもしれない。もしかしたらこの動画でそのきっかけになるかもしれない。そうだったら嬉しいけどね。でもそううまくもいかない。だからこそ人の力を借りるの。人に話を聞いてもらって、どう思うって、自分のこの状況をどう思うってアドバイスをもらいに行くの。当たり前だけど、その人が持ってる考え方とか視野に影響されることによって、自分がこうなっているものは簡単に広がります。だし、もともと持ってたこの視野に入ってないこっちを見せてくれるかもしれない。それってすごく大きなことなんだよね。だからそういうふうにまず人を頼る。それは先生でも、家族でも、兄弟でも、恋人でも、先輩でもいいかもしれない。まあ、YouTube の動画でいろいろ探してもいいかもしれない。いろんな人に話を聞いて、いろんな人の話を聞いてみる。うん、それがすごく大事。で、その時にみんなが頑張んなきゃいけないのは、それをちゃんと素直に受け取ることです。正直ね、今まですごく頑張ってきてる、それは分かってる、だから見てくれてると思ってるから、すごく頑張ってきて、それをさ発揮できなかったりとか、うまくできなかったら悔しいじゃん。悔しいし、なんだよもうってなるじゃんか。でも過去ってさ、その事実はもう変えられないんだよ。タイムマシンで戻れないからね。でもだからこそ、その過去、その起こったことの意味を変えてほしい。こういうことがあって悔しい、だからこそ今こうやって踏ん張って、人の話を聞いて、アドバイスを聞いて、踏ん張ってこう上に上がることができたら、その経験っていうのは、みんなこれから人生まだ長いんだよ、先が長い。で、その長い人生の中でやっぱりつまずくことは出てくるんだ。でもこのさ、受験っていうものすごい大きな、まあ、一個のイベントよね。ここでちょっとねつまずいてしまって、でもそこの大きなイベントでつまずいちゃって、自分で頑張って奮起して立ち上がって、もう一回上がっていった経験は、この先ずっとみんなの宝になる。そうだから、本当はね、本当はうまくいってほしかったし、みんなで全員がそうやってね、終わった後によっしゃやりきったぜってなってほしかったけど、俺の国立電気みたいにそうならなかった方もいるはずだから、だからこそ成長のチャンスにしてほしい。ものすごい価値になるから。でも逆にここで諦めちゃったり、投げやりになって、あ、もういいや知らねえってやっちゃったら、ずっと人生で後でこう引っ張られちゃう、その事実に。そうなってほしくないので、ぜひ一つね、冷静になる。冷静か俺はって、冷静になってるの私って、まず考えてみて、でちょっとでもなんか意地張ってるかなって、ちょっと投げやりになってるかなって、諦めて入ってるんじゃないかなって思う方は、
頼れる人に頼ってみる。でその人から影響を受けたものを素直に受け取ってみる。で受け取ってみて、でも違うなってものはポイってしていいんだよ。こっそり捨てていいから。全部が全部真実ではないから。そこは取捨選択が必要なんだけども、まず人から、ね、新しいこうパスをもらって、まあでもこういう考えでもいいなって、もう一踏ん張りしてみようかなっていうのをぜひ思ってみてください。その動画を今回、このね、その思いをこの動画で今回送れたらいいなと思って喋らせてもらいました。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。本編でもちょっと話したことなんですけど、例えば受験だったりとか試合とか発表会とか、まあみんなにとってはビッグイベントあるじゃないですか。でそれって今のみんな、今この瞬間のみんなにとっても当然大事なことです。大事だよね。でもその今だけじゃなくて、この瞬間経験したこととか経験した思いっていうのが未来のみんなにすごくつながってて、未来のみんなを本当に助けてくれるんだ、力強く背中を押してくれる、そう感じる時期が絶対に来ます。そうだから自分もね、俺も38なんで、半分にしたら19、半分以下ですね皆さん、この多くの方がね。だからちょっと人生の先輩としてちょっと偉そうに言わせてもらっちゃうんだけど、いろいろ経験してきました。はい、人生もう一回やり直すってなった時に、それは経験したくねえなって思うこともあった。でも経験しちゃったんだ、しちゃった。だからその解釈、その事実をプラスの解釈にして、自分の経験値とかエネルギーにして今を生きてるんです。あの時こういう思いしちゃったけど、その時にこうやって踏ん張ったから、今何かあっても大丈夫俺って、踏ん張れるよって、あの時できたじゃんって思うことができる日だってある。みんなもそうなってほしい、これから人生生きていく中で、思い通り行くことばっかりではないけれど、でもだからこそ人生は楽しいんだと思う。思い通り行ける時も出てくるから。失敗は成功のもとじゃないけど、ね、うまくいかなかった時、こうやっていっぱい工夫して奮起してやってきたから、うまくいく時が出てくるんだもん。人生はつながっているから。だからぜひ今ね、こう思いとしてしんどかったり辛かったり諦めたかったりする、いやネガティブなもんいっぱい出てくるかもしれないけど、投げときましたその思い。まあそれでもまたね、こうね出てきてしまうと思うんだけども、ぜひしっかり向き合って、でいつかここで踏ん張った経験が未来のみんなを助けてくれるから、ぜひ踏ん張ってください。そのお手伝いがこの動画とか、まあ来週以降の動画とかでもできることを願って、またねいっぱい熱弁していきますんで、よかったらまた来週の動画を見てもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張りましょう。それじゃあまた、バイバイ。